こんにちは。今回は大谷翔平、ニューヨークの街は出たことないと衝撃発言にファン驚愕。スーパースターの徹底した睡眠管理は数日前から調整されていたの話題をお送りします。ニューヨークという世界でもトップクラスの都市においても、大谷選手は常に自分を律し続けている。彼は野球に専念し、体調管理に力を入れている。アナハイムの本拠地との時差は3時間あるが、一番は睡眠ですかねと睡眠に対するこだわりを明かしている。時差があるので、ここからすぐにアナハイムに戻りますけど、普段は中地区のチームとの試合を挟んだりとか、少し余裕がある感じもします。でも今回はスケジュール的にかなりタイトな感じがします。そんな時は一番は睡眠だと思います。数日前から睡眠に備えた準備を計画的に行う必要があると思いますと話している。彼は食事から睡眠まで野球に全精力を捧げる男である。ネビン監督は、彼はどんな状況でも目的を達成する、誰もいない裏の球場でも4万人が入るヤンキースタジアムと同じように競争心を発揮するだろう、だからこそ彼は特別な選手であり球界屈指の選手なのだと彼を称賛していた。実際にこのお話についてあなたはどう思いますか？この話題について日本からたくさんのコメントが寄せられてます。こちらです。大谷選手の影響で、そして決して自分を緩めない姿勢がこれからの子供たちのためになると思います。継続は力なりではあるが、ここまでその言葉を体現化した人間はいないかもしれない。彼がこれから見せてくれる未来に対して、私たちもそこから何か得られるものがきっとあるんだと応援しながら思う。大谷にとって睡眠は疲労回復の一番大事なことなんでしょう。徹底した食事管理、トレーニング、睡眠管理、これを結果を出すための苦行と取らず、それ自体にも喜びを見出す。彼は野球少年の心を持っており、それを実践している。しかし彼のように実践できる人はごく稀である。大谷選手のように全てを野球に捧げてるからこその二刀流、大成功なんだなと思う。遊びまくってる巨人の遊撃手とはえらい違いだな。錦織圭君も似たような感じだと、マイケルちゃんが前にインタビューで語ってたのを聞いたことがある。亡くなられた金田正一さんも同じこと言ってましたね。常に良いコンディションで試合に出ることが一番大事です。チヤホヤされようが、自身の習慣や態度は一切変えず、野球のためにできることを継続し改善する姿は日本人として誇りです。彼はアメリカに野球をしに行っているのであって、それ以外の街とか観光に興味ないんだろうなと思うので、別に衝撃でも意外でもないと思う。誰もが取り組んだことのない本格的な二刀流、当然疲労は想像を絶するものだと思います。本当にストイックというか、彼はブレることはないのだろうか。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に野球を盛り上げていきましょう。あなたの意見もコメントで教えてくださいね。チャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。